こんにちは、ハイスピードジムスタッフの和島です。昨日バンテージ綺麗に巻いたんで、今日はバンテージを巻き方を実際やっていこうと思います。まずクッションをここで作りたいんで、だいたい3、4周ぐらいですかね。で、一回取ってもらって、これを拳に当てて、これでクッションができるんで、で手首に巻いてもらって、次ここに指の間を通してください。でこの時にしっかりこうグーパーすると、閉まってこないんで、しっかり握りしてください。でここまで巻いたら、次ちょっと親指を巻いてもらって、でこっち側から次が小指で、これもしっかりグーパーしてもらって、で手首巻いて、もう一回親指巻いてもらいます。で最後人差し指で、人差し指の時はこっち側から出したら綺麗に巻けます。で手首を巻いて、もう一回親指ぐらい巻いといて、これで完成です。バンテージの巻き方、次じゃあ反対の手は目線変えていきますか。じゃあ僕目線で巻いていきます。最初まずクッション作ります。拳に当ててもらって、で手首を巻きます。で指に通してしっかり握って、手首で親指で、次もう小指いきます。足まで巻いて、はい、これで巻けました。